皆さんこんにちは。ビーチテニスプレーヤーの柴山葵です。今日は皆様にご報告があります。明日千葉県稲毛海岸にてジャパンビーチゲームズという大会が開催されます。そこでビーチテニス部門出場します。イエーイ。私の今回のペアはよく私の YouTube にも出てきてくれると思うんですけど、中学2年生の小野春菜選手です。で、春菜ちゃん多分今大会最年少になると思います。多分結構みんな強い人たちが出てるので、まあ、なかなか厳しい試合になっちゃうのかなと思いますけどね。私たち練習もこの日のために頑張ってきましたし、稲毛海岸で朝練とかもしちゃってるので、ホームといえばホームなんですよね。なのでその辺はちょっと私たちの方が有利かなということで、明日朝9時から試合があります。千葉県稲毛の浜なので近くの方ぜひ応援しに来てください。で、来れない方もぜひ、応援しててください。めちゃくちゃ頑張ってきます。で、もし来れる方、来たいなって思っている方、事前登録が必要になります。無料なんですけど、コロナの影響で人数制限がされてますので、事前登録していただいた方がスムーズに入れるかなと思います。で、登録してない方は、当日人数の枠がある許される限りは入れますので、どうかチラッと来てください。で、来てくれた方、もし私見つけた方、よかったら声かけていただけると嬉しいです。きっとね、コロキチも応援してくれてるはずでしょう。コロキチや、応援してくださる方々にいい報告ができるよう頑張りますので、どうか応援よろしくお願いします。試合の報告は私のインスタグラムで、させていただきますので、よかったらインスタグラム柴山葵と検索して、フォローしてください。で、まあ YouTube でも報告したいなと思っておりますので、はい、いい報告ができるように頑張ります。ではまたねー。